草食動物の多様化は間違いなく肉食哺乳類の多様化と並行しています。この時期に代表されるグループの中でハイエナの歯を意味する名前を持つヒャエノドンは猫科の姿をして登場する。その巨大で頑丈な体には長い尾があり、足の指には鋭い爪がある。ハイエノドンは優れたハンターです。脳は小さいが高度に発達した嗅覚と強力な顎を持ち、そのスピードで多くの獲物を狩ることができる。その鋭く尖った歯は獲物を捕らえるときにそれを粉砕することを可能にする。ヒャエノドンはまたスカベンジャーでもあります。発見した死体を排泄物で覆い隠すことで匂いを隠し、